アシアで今日から始まっていますマンスリーボートレース杯男女ダブル優勝戦。今日は偶数レースが女子レースとなっています。予選競争第2レースサンライズダブル戦女子レースの始まりです。対戦メンバーは1号艇福岡の川野芽衣、2号艇福岡の真子夏美、3号艇福岡の藤田美代、4号艇滋賀の遠藤恵美、5号艇山口の末竹里奈子、6号艇埼玉の浜崎ジュリア、以上の6名です。この時期にしては暖かい気温の中、風の方はホーム追い風4メーターほど吹いている競争水面です。インに入る1号艇の川野芽衣、走る前からリングを交換してきました。このレースは1号艇川野、4号艇遠藤、今日のドリームメンバーの2人に人気が集まっています。2コース2号艇真子夏美、3コースは3号艇の藤田美代、展示は好タイム、地元勢がスロー息を固めます。4コース軽1は4号艇の遠藤恵美、今年も女子戦線を引っ張る存在です。5コースには5号艇の末竹里奈子、そして大里6コースは6号艇の浜崎ジュリアです。年末には戸田で念願の水神祭も挙げています。3対3でインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。5号艇の末竹が、これは早いスタートがありました。多数のフライングデーがあります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。このレース早いスタート合戦になりまして複数のフライングデーがあります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。この2レースはスタートから大波乱となってしまいました。複数のフライングデーがございます。お手持ちの投票券2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、この4艇がフライング変換欠場となりまして、すべて発売額と同額で変換いたします。大切にお持ちください。レースはこれから2周目、先頭は1号艇の川野です。そして2番手が6号艇の浜崎。このレースは4艇がフライング変換欠場です。2号艇、3号艇、4号艇、5号艇、この4艇に関する投票権、すべて発売額と同額で変換いたします。放送を続けているのは1号艇川野、2番手が6号艇の浜崎です。2番、3番、4番、5番、4艇がフライング変換欠場となっています。投票券大切にお持ちください。2周にマーク、先頭は1号艇の川野芽衣、2番手が6号艇の浜崎ジュリアです。1番、6番、この2艇だけが早いスタート合戦から生き残っています。レースの方は最終周回、これから3周1マークの旋回です。先頭は1号艇の川野芽衣、2番手には6号艇の浜崎ジュリアとなっています。なおこの第2レースは4艇がフライング変換欠場です。2番、3番、4番、5番がフライング変換欠場となっています。投票券大切にお持ちください。ラストターンマークの旋回です。大波乱の中で生き残った1号艇の川野、そして2番手が6号艇の浜崎、ゴールに向かっています。1番、五輪、